そうなりますと DS はこのリース・クリスチャンハウゲン、彼が引っ張っていかなくてはいけません。第1チェックポイント0秒98の遅れ、惜しい。画面で見る限りスキーが流されているようにも見えました。第1画面、それだけワールドカップトップレーサーを持ってもかなり手強い出来となっています。第2チェックポイントでは1秒72の遅れに変わりました。このつなぎの部分も嫌なウェーブが作られています。現在 DS ランキングは22位、リース・クリスチャン・ハウゲン。今シーズンはスラロームでも大きなゼッケンからポイントを取っています。明日のスラロームもこのリース・クリスチャン・ハウゲンは期待したいところ。ゴール前にやってきました。第3チェックポイントは2秒31の遅れ、残りあと4つ。さあ、まもなくフィニッシュ。最後のブルーを通過して1分18秒92、2秒